シリンジに封入された放熱グリス放熱グリスは電気機器等の冷却において接触面の熱伝導の促進用に使われるグリース。モーターやパワートランジスタマイクロプロセッサ等の発熱する電子部品等とそれらの冷却用のヒートシンク等との隙間を埋めるように利用し空間を存在させないようにすることで空間によって熱抵抗が増えることを防ぐ。理想的には 接合が発生するほどに、両者の海面を分子レベルで完全な鏡面として、接合してしまえば、熱も直接に伝わるが、普通の接触面には微細な空気層ができてしまう。空気は断熱性が高いため、何も対策を行わない場合、放熱性能は著しく劣化してしまう。グリスのような高粘度の液体は、そういった微細な隙間を埋めるのに適切であるためもっぱら。 使用される。この目的には、さらに電熱性を向上させる目的で、熱伝導性の高い粒子を混ぜ込んだグリスが利用されることも多く、そういったグリスを分類して、特に刺す故障として、熱伝導グリスなどと呼ばれることもある。ベースとなるのは、常温からある程度の高温まで、粘度の変化が少ない変性シリコーン等のグリスである。このグリスに、 熱伝導率の高い金属あるいは金属酸化物の粒子を混ぜ込んだようなものが多い。粒子として主に用いられるのは銅や銀、アルミ等の他にアルミナや酸化マグネシウム、窒化アルミニウムなども用いられる。これらの単体、もしくは混合物をそれらの粒子直径に見合った分散方法を用いて分散させる。塗布直後は適度な粘度を維持しても、 使用後時間が経過すると劣化し硬化することがある。そのため固形化したグリスに接合する材質の線膨張係数の差によって亀裂が入る場合があり、電動特性が低下する場合がある。使用効果を上げるには、塗布方法が重要である。成分などからグリス自体の熱電動率を吟味選定した場合でも、 塗布方法が不適切であれば十分な効果は得られない。一般的な放熱グリスの使用方法は次の通り。部品の表面と放熱器の表面をきれいに保つ。部品あるいは放熱器の接合部に放射状に塗布する。部品と放熱器を接続。ありがとうございます。